まあ、こういうアンケートとかさ、よくこのお仕事とか来るじゃん、はい、一番好きなものとかさ、うん、一番、まあ、それこそ気になってることとかさ、はい、一番ってすっごい聞かれるけどさ、はい、もう本当に無理なのよ一番選ぶことってだからなんで、はい、なんかそんな一番にみんなこだわるんだろうって私はすごいね、ふと気になる。深そうな話ですね。ね、確かに。あ、好きな食べ物とかもさ、うん、なんかランキングつけてくださいとかめちゃめちゃ言われるけどさ、はい、実際なんか好きなものだからもうないのよ一番。わかります、わかります。いいのになって思っちゃう。確かに。です、なんか変わりますよね順位も。なんかそうめっちゃ変わるし、なんかさ加入してすぐに言ってたことと今って全然違うけど、うん、なんか言ってること全然違うじゃんとか思われてもさ、違うじゃん、そうですよね。そう全部自分だから、うんうんうん、なんかそんなにこだわんなくてもいいんじゃないと思っちゃう。いや確かに、わかります。一番仲いい子とか、そう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 、一番好きなメンバーとか、うん、いやそうそう、そんな一番とかないからと思いますよね。本当に思う。確かにな、まあ、とか言って自分もなんか一番を求めちゃう時もあるけどねなんか誰かに聞く時とか確かに確かに、そうあるんだけど、うん、そうですね。これはそうそう、私たちは、うん、そう聞かれたらちょっと困っちゃうから、うん、人には聞かないようにそうねしときましょう、しときましょうそうしよう、そうですね。なんであの、うん、日によって一番も変わるので、うん、これ聞いてるファンの皆さんも、うん、一番違うじゃないかとか思うかもしれないんですけど、 それはその時の一番なので、そうそうそう、人はね日々変わっていくから、そうなんです、それを受け入れてね、はい、もらってね、そうです、うん、っていただけたら嬉しいです、はい、はい、あとは、うん、私に聞いてみたいこともあるそうですね。うん、そうなの。何でしょう、あやめ最近ドラマが始まったりしてさ、うん、はい、いろんなお仕事をしてると思うけど、はい、一番楽しいって思うお仕事と、うん、やりたいって思うお仕事って、うん、人によって違ったりもするじゃん、ジャンルとか、はい、だからなんかあやめにとってどんなお仕事が楽しいと思うのかなとか、一番好きな仕事とか聞いちゃダメだよね。だって私がさ聞いてるわけじゃん。はい。ちょっと本当に矛盾してるよね。すごいですね。こんなすぐに矛盾することあるんですね。ね、でも本当に人間ってさ矛盾してる生き物だからさ。最悪だ。本当だ。気づかなかった。ね。しかも。まあでもだから全部楽しいってことです。